パンテオンのオクラスオクルスは、もともとは、ラテン語で目を意味し、ローマのパンテオンのドーム頂上部にある円形の開口部の名前として使われ、似たような形状の丸い窓や開口部を指すのに使われる。目窓あるいは円形窓とも。パンテオンのオクルスは単なる開口部なので外気が入ってくるし、雨が降ればそれが床を濡らし、排水路を通って排水されるようになっている。右の図では、 オクルスから入ってきた日光がドームの内面を照らしている。このように明るく丸い形状が目に似ていることからこのように呼ばれている。16世紀以降古典建築の特徴である円形窓はフランス語のイデブフという名称で呼ばれることが多くなった。そのような円形窓や卵型窓は建物の主要な窓の配置と競合することなくファサードにおける 中二階の存在を示している。ドーマーに円形窓を設置する様式はフランス古典建築の特徴で17世紀に始まった。構造上の理由から船の幻想にも円形窓がよく使われている。考古学ではオクルスは西ヨーロッパ戦士時代の芸術品に見られる模様の一種を指す。一体の円形または螺旋形であり、 目を表していると解釈されることが多く、土器や陶器、像、巨石記念物によく見られる。オクルス模様は、神や女神が注意深く見つめていることを表していると、され、特に新石器時代の遺物によく見られる。ありがとうございます。